どうもこんばんは、よるともです。来ましたね、新超究極っていうところで、初見攻略挑んでみたいと思います。ステージ攻略の鍵。一応なんですけど、パーティー編成はこういう風な形としました。ちょっとね、事前情報で混乱が飛んでくるってね、聞いてまして、そこだけね、アンドロメダで何とか回避していこうかなっていう風な感じで行きたいと思いますって、全体に来るんかい。ちょっと混乱のダメージがわかんないんだけど、痛いな。結構辛いかもしんない、これ。まあ、ただ、アンドロメダをね、どん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 使って、状態上回復。まあ、あとはドイツとかがいいかな。普通にいいと思うのが、最近ね、重心化したキャラクター、光属性のね、キャラクター、ドンキホーテがいるんですけど、それとかも良さそうかなと思います。で、敵の弱点とかね、まあ普通に、まあ殴っていってもいいんですけど、おそらく敵硬いかなと思いましたので、反射4で今回固めてきました。で、パーティーなんですけど、限定キャラね、ジョータロー2のアンドロメダ2で、紋章もガチガチつけてるんで、まあ、これで勝てなかったら、ちょっとね、さすがに相当きつくなるんじゃないかなって、敵やっぱ硬いね。2900万出て、ようやく倒せるってぐらいのレベルにはなるんで、めっちゃ強いかなと思います、今回。で、このクエストなんですけど、まあね、ジョジョコラボ。まあ今までね、ちょっとね、クエストの言ったらその難易度低いんじゃないかな、みたいな。だから結構今までとかずっとモンストやってきた人向けの難易度になってるんじゃないかな、と思います。はい。で、これ混乱ね、見た感じ痛いので、とりあえずは、あれだね、アンドロメダに関しては、状態上回復かな。この辺をうまいこと入れつつ、あとはね、殴っていくっていうところをしたい。これは上上がったりね、上上がって下はまる。はまれないけど、まあ OK。まあ、結構いいダメ出るんじゃない？で、ジョータロウのね、SS が遅延も入ったはずなんですよね。入ったはずなんで、この辺ね、いい感じでいけたらなと思います。ちょっと初見攻略だから、いけるかな？おし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 。ちょっとこの辺ね、めっちゃドキドキ。わい、痛い！で、アンドロメダのストライクショットなんですけど、自身もね、混乱回復することができるんですよ。なので、この辺めちゃめちゃ優秀かなと思います。あとは、これ持ってるのは、アザトースとかかな。常設キャラで言うと、アザトースとかも、まあ、貫通キャラになるんですけど、そいつとかもね、まあ持ってたりするんで、まあ、底力 EL とかと含めて、結構 HP がね、枯渇気味なステージになりそうだと思うので、いいんじゃないかなって、今んとこちょっと思うね。あとはサンダルフォンとか、無課金で言うとグランギオーソとかになってくるんじゃないかなと思うけど、これ無課金いけるのかな？ちょっとね、これ、初見攻略できたら無課金攻略詰めてね、また動画とかも作っていきたいなと思うんですけど、正直グランギオーソ自体が難易度高くてね、あんま最近コラボ始めたばっかの人向けの難易度ではないかなと思うから、まぁ、ちょっとね、報酬とかも後でね、クリアできたら紹介していこうかなって感じで、おそらくだけど、入り方間違ってないよな。で、これ何？こいつが何してくるかわかんないけど、いや、クロスドクロ倒した方がいいのかな？削れるかな？ 6 ターン。6ターン。いける気はする、多分。いや、痛い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 よ。痛いな。これは、下行きたいけど、うわー待ってー、うわー、ちょっともうちょい角度つけたいわったな。さあ、で、次が、混乱巻いてこない。だからこのステージはちょっとあれだね、回復とかを優先できるのかな。ただ天使がいない、この黒の天使倒すとあんまり良くないイメージがあるので、あんま倒したくないなと思うけど、これ間に合う？残り3で、あれでしょ、うわ、いけるかな。ちょっと待ってね、うわ、自信ね、よいしょ、あー入らん、待って。で、これ、残り2でしょ。うわ、これ、打った方がいいかな、SS。なんか、ハマったら持っていけそうだけど、ちょっと怖いので、打ちますね。ちょっと怖いので、ジョータロの SS 打ちたいと思います。ストライクショット。おい、ナイス、クリティカル出るの打たんでよかった。打たんでよかったでござる。やられたな、打たんでよかった。まあ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 、いいでしょう。で、これが、爆発、1万の、周囲1万の爆発なんで、黒い天使は倒さない方がいいね。いいってのが分かった。で、ボス、ボス戦です。はい、ゴー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 と、はい、来ました。で、ちょっとね、BGM とかは、あれの関係上、著作権の関係上ね、切ってるので、その辺ね、ご了承ください。はい、では行くよ。さあ、これは、縦で入って、いけない！嘘！ジョータロー当たったと思ったのに！で、初弾降乱。これはもう、アンドロ打ちでしょ。アンドロ打ちの、で、天使が1ターンでバリア張ってくるので、これもちょっといやらしいよね。天使回復って、あれなんですよ。バリアね、持ってる状態だと回復しないから、
かなりしんどいんじゃないかな。だから適性としてはやっぱアンドロメダめっちゃ強いかなと思いますね。これが照明とかあるけど削れるのかな。よいしょ。微妙。あと5ターンでしょ。これ5ターン即死だよね多分。さすがに早くない？ちょっと。よいしょ。で、城太郎がね、SS4P の城太郎が SS 打てるんですけど、こうちょっとこの辺でね、痛いよ、これやばい、打たないとまずい気がする。SS 打って、きっつい。SS 打って、回復しつつ、よいしょ。もうこれさ、なんであれなん、混乱無効の紋章とかってめっちゃ楽そうなのにね。やっと、ちょっと待って、3ターンやろう。いや、結構辛いぞ、これ。これとりあえず、下入っていって、いや、城太郎 SS 打った方が良きかな。いや、わかんないから、次のステージもわかんないから、でもね、大体こういう難しいボスのね、これ城太郎あれだよね。普通に大丈夫だよね。敵に、とかボスに飛んでいくと思うから、そうそう、こういうね、ボス戦って、大体ボスにって結構簡単なんですよ。大体抑えめに作られてるので、多分打っても大丈夫じゃなかろうか。今ストライクショットで、多分おそらく飛ばせるでしょ？いけ！おられ！おられ！おら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 ！いけいけいけ！いいよじゃん！で？飛ぶ？おし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 。1億2000万。まあまあいいんじゃない？どんぐらい飛んでるのかな？わかんないんだけど体力が。まあでも、カンスト体力はないと思うので、ここは？いや、全然飛んでへん！やべえ！で？ちょっと待って、4ターンしかないんだけど、これさ、さすがに4ターン即死はないよな。はいはいはい。まあ、混乱は全然 OK。4ターン即死はないでしょ？ 4 ターン即死はないと思うので、ここ入っていく。あ、いいダメだね。結構、やばいのかなこのステージは。いや、でもさ、これ、配置ミスったら結構辛いて。さすがにちょっと待って。4ターン即死ないよな。マジで。ちょっと待って。怖い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 。ないと信じたいんだけど。入れん。大丈夫大丈夫大丈夫。まあこの辺でね、さすがに4ターンで即死くるようなようわけわかんないクエストじゃないと思う。さすがにそこまで鬼畜ではない。大丈夫でしょ。これどうする。まあ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 、多分怒らせなければ大丈夫。怒ってる。よいしょ。はい、戻ってきました。2回目チャレンジ。はい、2ターン、ボス2がめちゃめちゃ辛いっていうこともあって、ちょっとね、道中ゆったりめに来ました。なので、城太郎の SS とかもね、溜まっている状態ではあります。結構ここね、あれなんですよ、その、砂時計がめちゃめちゃ出るので、アンドロメダはね、普通に取らなくていいと思うんだけど、城太郎に取らすっていう風な形でね、立ち回るのが一番いいのかなと思います。はい、てな形で、ボス。はい、来ました。もうリベンジ行くよ。もう帰ってきたから、こっからは、あれだね、ボス1で打って、ボス2でも打ちてえなって感じだね、ストライクショット。で、ボス3がわかんないけど、まあ、パックいれば勝てるんじゃなかろうかって思ってる。まあ、ちょっと甘い考えなのかもしんないけど、まあ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 、その辺ね。まあ、とりあえずボス3見なければ、なんもね、話になんないので、やっていきたいなと思います。で、これとりあえず、ガンクロスね。今、11になってる。ボスの上で11になってるガンクロスを倒していくっていうところで、倒せない！もうやばいって。これ結構ひらめ、痛いねんて。ね、痛いから、イエーイ！ 1 万だよね。うわ、結構難易度高えな、今回。これ撃ちます。ストライクショット撃って、ガンクロス全処理、天使全処理からの、ちょっとボスにね、ダメージ与えていこうかなって思います。で、うまいこと多分弱点をさ、つけたら、多分ね、おられると思うんだよね。おられると思うけど、まあ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 、いいんじゃない？こんだけ出て遅延かかったら、まあ、よかじゃないかな。ほら、どんぐらい出るんだろうね。いや、これね、城太郎の SS がね、僕あんま検証してなくて分かんなくて。いやー、そんなに出なかった。まあまあまあ、でもいい、いい、いい。ちょっとね、緩めに行こう。うわー、取らしたくない。城太郎に取らしたいけど、まあいいや、車内。横で下がっていきます。横で下がっていく。で、友情コンボで、やっぱね、アンドロ強いよ、ここ。アンドロメダ持ってる人は、まあ、こいつもね、属性限だから持ってる人少ないんだけど、まあ、ぜひね、使ってみてくださいって感じかな。で、ここは SS、まあ、普通に打たずに行きたい。で、次の 4P のジョータローで突破かな？うん。それが良さそうだね。
ジョン P ってない。ジョン 4P のジョー太郎を突破して、で、次よ、こいつおかしいって4ターン即死だね。4ターン即死のステージとなっております。はい、これ耐えるのか、いや、耐えないと思う。4万入ったからね、全体に。13、4万ぐらい体力あれば、多分耐えるんじゃないかな。はい、で、ガイド出てる、ラッキー！これは、うまく挟まれば、でかい。いやー、抜けちゃった！マジーな。ね、これ混乱飛んでくる。ただ、そうそう。こう、シールドあるから大丈夫。で、これあれだね。入りたいけどね、多分これ斜めに入る方が多分ね、一番、うわこう、そう、こうなっちゃうから、多分斜めに入るのが多分一番いいと思うし、これ多分 4P のジョー太郎を打たないと、オア終わりなんで、打ちます。きついな。きついな。まあこれ横金ね、普通に。まあちょっとまあ、ここら辺は多分ジョー太郎で、多分なんとかなると思う。4P ジョー太郎、弱点、あわよくば、右。来い。よし、SS 打ちます。ストライクショット打ってからの、いや、さすがにね、これはね、持っていけると思う。よいしょ。やっぱちょっと抜けちゃうね。なんでだろうね。もう少し入り方があると思うんだけど、多分ダメージの出し方はね、今みたいな形で、その味方に触れながら、斜めで角度とか狙う方が、多分ダメージ出るんじゃないかなと思います。で、これが追撃で2億6000か。トータルね。トータル2億6000。ちょっと飛んどけばいいかなって感じ。で、ラストゲージ来たよ！来た！どんなステージこれ？いやー、めんどくさそう。ね、ボス即死が、おそらく8ターンかな、これ。結構辛くない？結構しんどいと思う。いやー、ちょっと待って、雑に打ちすぎた。いやー、もうちょっと角度狙えばよかった。あー、やった。まあ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 。次、アンドロ打つ確定じゃない？アンドロね。アンドロ打ち確定の、どうしようかな。とりあえず、あれだね。下もちょっと処理たいけど、下ばっかに注力しとくと、ちょっと上がしんどくなりそうだから、まあ、友情コンボで削りつつだね。で、次のアンドロメダが、どうしよっかな。いやー、悩ましい。11何？即死だったらやばいな。いや、入れへん。いやー、ちょっとボス当たる判定もらう。だったら下倒し行こう。下倒し行く。で、倒すでしょ。これ多分倒せる。オッケーオッケー。オッケー、倒せる。で、次のジョー太郎が、いや、きつい！いや、これパックだよね。パック2、パックカクテル2で、できれば反射してね、どっちかに入りたい。多分左かね、右かに入れるんだよ、この角度で打てば。よし、いけるよね、オッケー。はい、で、入る。うわ、ちょっと待って、パックだ！待って！やばい！何？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 ヘイスト！やばい！ヘイストだって！ってなると、位置、下の位置をなんとかしないといけない。この角度で戻ってきて、殴る。オッケーオッケー。よし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 。これであとボス特攻すればいけるはず。で、まだまだまだ耐える。8万あったら余裕耐えるでしょ。痛い待って痛い嘘だぞ強いえぐいだえぐいやで、これはちょっと混乱だからきつくて、横する。横勘して、お茶濁す。で、多分ね、衝撃波は耐えるんだよね、さっきの。で、アンチだよね、減速ついてないから、外しても意味ない。とりあえず横貫します。よしよしよし。で、次、アンドロメダ、ストライクショット打ちの、全体回復できたら、あーい、耐えるね。オッケー。耐える。で、これストライクショット打ちの、これでも4発当たった。3発当たったら死んどったな。はい、ストライクショット。これストライクショット打って、全部触れたい。全部触れたい。全部触れたい。あー、ちょっと待って、ジョー太郎触れてない！待って、下手くそ。下手く、いや、でも、いや、これは勝った。さすがに勝ち申した。いやー、いけるでしょ。いけると思う。いや、これはいった、これはいった。いやー、弱点でもそこか。え、これ横で上がるがせ、いや、斜めに打つわ。斜めに打って、とりあえず暴れたら、いや、いける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 よっしゃーいったーオッケーお前の父親はただの結構下痢の戦いやぞ、これ。サベージガーデンはハートの名前。訓練された電書バトが、しかるべき場所にディスクを運ぶ。これね、ジョー太郎いないときついかもしれない。ジョリーにいても演出変わるかもしれないね。はい、ということでね、今回ね、初見攻略っていうところで、あのね、超究極、これめっちゃね、初心者向けではないと思うので、がっつり厳選してね、もしいけない人はマルチでね、参加してみたらいいかなと思います。では、バイバイ！